マーキーの。どうも、おばたの兄さんです。さあ、今日は魚沼市は広上球場に来ておりまーす。両翼98メートル、センター122メートルのとっても綺麗な球場です。さて、本日はこの広上球場、こちらね、小中高と僕が野球をやってきた場所なんですけれども、今までね、この広上球場では一度もホームランを打ったことがないんです。ですので、33歳になった今、そしてオリンピックイヤーの今年、広上球場で初のホームランを打つチャレンジをしたいと思います。おばたのお兄さんと一緒。制限時間は1時間。ちなみにさっきも言いましたが、ここではホームラン打ったことないし、草野球の試合でも僕は多分柵越えほとんどっていうか一回もないんじゃないか。見たことないよね、孝太郎。見たことないです。じゃあないですけど、地元で奇跡を起こせるか、広上球場でホームランを打つとこんなに気持ちいいぜを PR できるように頑張っていきたいと思います。ちょっとまずは広上球場ね、一周していきたいと思います。レッツゴー。奥がね、越後三山ってこう山がねばーって連なってたりも、最高の球場なんですよ。それでは今から挑戦します。マーキーのロングティーといって、まあポンってトスしてもらって、俺がパコンって、前からのボールじゃなくてここでトスしてもらって打つロングティーで挑戦してみたいと思います。まあ、こっちの方が多分入りにくいと思うんですよね。反発がないからね。もう、あ、オッケーオッケー。ああ、もう最高最高。最高っすか？うん、最高。最高です。じゃあちょっと打っていくわ。いきまーす。おぉ！ああ！全然ダメや。いきまーす。無理ですもっとちゃんと引っ張った方がいいんかな。そうですね、もうちょ今で、それでどれぐらい推定？これで85メートルぐらいですね。男、はい、さあ、男。ああ、いい感じ、いい感じ。乗ってきましたね。いい感じ、いい感じ。よし、どうした？どう？どうした？わあ！セーフ！おお、いい。あ、でも掴んだわ。うんうん。ちょっとその球に力が伝わる場所、なんとなく。くそー、惜しいな。あ、もうちょいこっちファームランね。あ、うわ、これが限界。そんなことねえってところを見せてやる男。じゃあこれ、ラストチャレンジにします。だいたい今ほんと今1時間ぐらいかな、打って。でフェンチョクまで今行ってるからね、うん、あと一息だね。じゃああと一息いきます。確かに、振るだけでも容易じゃねえよ。よーっ、おっ、おっ、おやったー、やったぜー。ありがとうございます。ずーっと見てくれてたの、丘の上からあの人
人たち入ったね。球場明け渡し5分前になんとか。いやー、広上球場で人生で初めて柵越えしました。まあ、ちょっとねトスからの柵越えですけれども、まあ、僕はそんなも含めて一回も入れたことなかったんで、このオリンピックイヤー聖火ランナーをやった後、そして33歳の誕生日、いろいろねありましたが、みんなやればできる。あの高岸で終わっちゃったけど、広上球場さん、そして地元の後輩たち、協力ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。